期4話やっていきましょう。ぜひとも皆さん、グッドボタン、チャンネル登録、ボタン、よろしくお願いいたします。ということで、今回は、水着会、イコール、神会であるということでね、もう、水着って見た瞬間の俺、ほぉ天上げ、ああ、頼むよ、男性陣。ね、男性陣前回、やってるからね。みんな水着で、イエーイからの、なんか、絡まれることになったら、うねうねに、ね、男性陣まで絡まれるっていう、初めて見た展開で驚いたよ。今回もどうなるのか、ワクワクと、不安と、ね。でもいいよ、男性陣。おもろい。おもろいということで、今回もやっていきましょう。神回確定の4話、見ていきましょう。レッツゴー！カニ、カニ。おわ、綺麗な海。いいね。リムル本当になんか可愛いような毎回。で、あの仮面よ、ほらこの仮面、あーすごくいい。暑さが続く夏のある日、季節の下見として俺たちはジュラの森のとある大きな湖に来ていた。避暑地って何？すごく綺麗です。森の先にこんないいとこがあったとはな。故郷のシスコを思い出します。シスコワン、恵まれてよかったですね。リムル様、テント設置できたっすよ。仕事してんね。いいじゃん。おおお、画面の前の男性陣みんな、なんか、はい、リムル様、かわいい水着のお披露目会です。イエーイ、イエー、音楽も盛り上がってきた。おおお、止めたい。あー、かわいすぎる。うわー、うおー、やばすぎ。おお、ああ、しばしばになってるな。ああ、もうオープニングが早いな。早いな。うん。ごめんな、みんな。俺はゴブタみたいなもんよ。この感じ。うわほー、うわほー、こわー、おー、楽しい。うわほー、いやほー、ザー、美しい。おお、わお、可愛さ爆発。そしてゴブタ、てめえこの野郎、何触ってんだよお前。お触り厳禁だろお前。羽だからっていい手か。じゃあ俺も触ろうかな。じゃねえよ。おい、そしてランが目見開いてずーっとリムル見てる。で、なんでこの水着にした？ほんで、ゴブタ、これで見ると裸みたいやな。裸かな？裸かな？とか言って。あ？何ですか、この水着？それな、それな、やほい。いやー、暑いな。盛り上がってまいりましたよ。おう。運動か？水入る前。気になる。よし、それじゃあ遊ぶぞ。ってリムル様、何ですかその水着。もうリムルめ、なんか楽しそうだな。楽しそうだな。湖に遊びに来ているようです。我はこんなところで黙々と無限牢獄の解析に勤しんでいるというのに。気楽なものだ。調校中では、はいはい、遊んでんだよな。言うて、それがさておき、なんだあの格好は。水着というものですよ。人間などが水に入る際に着用するものです。かわいい。普段はきっちり着込んでるくせに丸出しではないか。丸出しだな。努力もないに等しいでしょうね。あいげだ。腹など狙われたら致命的かと。確かに。リムルはちゃんと防御してるが、さすがだ。いや、そういう意図ではない。あまり見ないからですが。テンペストサーペントか何かの擬態でしょうか。サーペントのものなら防御も擬態も必要はないだろうがな。テンペストサーペントと何。そもそも多くの魔物は水にどころか普段の衣服ですら最低限ですからね。ところが知性の高い上位種になるほど素肌を隠す傾向にあります。おお。ああ。
確かに。すごいじゃん。逆に露出が増える場合もありますが。逆に。衣服を身につけていることが知性ある魔物の証とされておりますな。おお、丸裸か。そういえばイフリートよ。精霊の主も下履いておるな。丸裸か。我も服着ようかな。えじゃねえよ。丸裸なんだよな、かわいそうに。リムル様、なんでこれとかこれを着てくれないですか。かわいいのに。え、なんで俺のがお前らより派手にヒラヒラしたり露出してたりするんだよ。確かに。みんなの水着はガルム氏とドルド氏が丹精込めて作った特注ですよ。そうなんだ。なんでもやさんだな。ここいいんだ。大胆でキュート、女の子の魅力を引き立てるデザインさ。決してやらしい意味でなく。ねちっこく説明してくれました。ねちっこく。職人っすね。職人だな。それでよく着る気になったな。では間を取ってシオンさんが来てはどうせ。おお。ガルムさんたちも浮かばれるっすよ。あ、浮かばれる浮かばれる。いい提案。これ仲良くできるわ。シオンだといろいろはみ出してやばい。おっぱいの大人。おお、これはこれはぶっこんだな。どうしたんですか。おお、いえ、私は護衛としてついてきたので、はい、こういう格好はこの姿になったのも最近ですし、ゲテる何か変じゃないかと。あまあまあ、ういういしい。おお、失敗することはありませんよ。とてもよくお似合いです。はい、今日は遊びなんですから、そんな緊張せずにリラックスしてください。天使しなやかでとても素敵です。はい、どうすよ。お尻とかすっごく綺麗じゃないですか。尻尾ってどうしたんす。おおお、なんかすごくさらっと効いちゃう。なんか打ってる。準備運動終了。いや、おかしいやろ。飛ぶっすよ。運動おかしいやろ。お前タフだな。タフだな。ラフでなければ女の子とは遊べないっす。こういうことやね。あーわーおー、あ、かわいい、かわ、いや、おかしいやろ。ソーレじゃねえよ、ソーレじゃねえよ。やりましたね。あ、あ、ちゃんとした規模がいた。はあ。ね、何してんのこれ。でも生きてるゴブだ。うん、死んだかなこれは。何してんの、何ガチしてんの。これが上位ランクの世界。もうよせ、お前はよくやったよ。はい、でも耐えてるから。ああ、もはや誰、死にかけてるやん。泳がないのか。おう。老いぼれに冷や水は血と濃くでしてな。若い者のようにははしゃげませんわい。今日は釣り糸を垂らしてのんびり湖を眺めようと思いますのじゃ。渋くていいな。命の選択ですな。ほう。なに剣豪様が年寄り臭いことを。でかくね。時には年がいもなくはしゃぐのもありですかな。でかすぎやろ。夕食をお楽しみに。まああれ見たらワクワクするな。ワクワクするな。でかい、でか魚欲しいから。でかすぎやろ。おお。あ、息遣いいいな。あ。しめてー。しめてー。スイカ割りしましょうよ。おお、いいね。おーい、お前ら戻ってこいよ。はーい。水がきれい。あー、いいな夏。ブラジル今冬です。日本とそこら辺季節逆やねん。どうしたよシオンさん、頑張って。ゴブ出してばかりそう。右っすよ、右。絶対違うこと言ってるやろ。あ、でも待ってる。難しいですね。お、スイカ、スイカ、スイカは丸い。お、丸いはリムル様。はい、そう、スイカではなく私の愛するリムル様のつもりで精神を研ぎ澄まして。俺を見つけてごらん。しばけるのリムルを。そこか。お、
やばいやろ。外してしまいました。スイカは爆発死産しましたよ。当たったけど。お前、俺のつもりでとか言ってたよな。おお。何してんの？仮面が役に立ったな。こういうところで役に立つべきじゃないんだけど。何してんの？怖いよ、この水着界。ああ、ちょっと落ち着いて。落ち着いて。せっかくなんで、ちょっとしたこの釣りの話をすると、僕、釣りあんましないんですよ。昔、子供の頃、お父さんと一緒に釣り堀行きました。釣りをしようと思って、よいしょって投げたら、針が自分の首に刺さって、すごい痛くなって、マジうざかった。でも、その場にいるからしょうがねえと思って、またね、釣りの針を抜いてもらってから、またいじるんだけど、指に刺さった。それ以降、二度とやってません。はい。で、海。海ね、怖くて入りません。はい。うん、ジョーズ見たせいですな。ジョーズやんな、あのサメの映画。あ、怖いわ。あれ怖いわ。ね、あれのせいで海入りません。で、家族でよく海行ったんですよ。何するかって、砂浜で、ちょっと水がピシャーって来るぐらいの位置で、あまり来るとね、あれだから、ちょっとギリたまにこう水が来るぐらいのところで穴掘って、で、水が来たらその水を溜めて、で、クラゲとかぶち込んで、たまに小魚入るとレアなんですよ。おお、入ったみたいな。水族館って言って、作る遊びをしてます。たまにちょっとなんかこう山作って。でもセンスないから、あんななんかお城とか作れないからさ、よいしょって山作って、水族館作って、水が入らないように今度はある程度できたら、ちょっと防御壁作ってさ、僕の海の遊び方です。プールは入れます。プールは楽しい。大好き。海は行きません。怖い。こんにちは。俺、こっち派。だから、釣りはせんけど、見てたい派。うん。そう、え？そう、そうなんす？そうなんす好きなの？もしかして。ああ、そうか。そうだ。そう上いにしてはちょっとあれだなって。ああ、やっぱそう、うん、そう上い、あ、なんだそうなんすって。いや、怖えよ。怖えよ。マジで。改めて見ても、でっかい湖だな。そう。向こう岸が見えない。海だな。海だ。そうか、湖。海って見たことないんですよね。これで湖か。ってですか、すごしょっぱいぞ。そしてでかい。おお。ここよりジュラの森よりでかいだろうな。おお。リムル様、溶けちゃいますね。機会があったらみんなで行きたいな。楽しそうですね。そう。世界は広く。面白そう。楽しい。この状態でみんな行ったら面白そう。ゲートみたいにな。何？スライムって塩ダメなの？あ、はい。あ。スイカにはお塩ですよね。あ、そういうこと。お気をつけくださいね。何が？ちょっと話が噛み合ってねえわ。暑さとかで考えたわ。海の中に入って溶けるとかさ。声の強力な集団が不穏な動きを見せています。何？これは他の種族にとって大変な脅威。何？私の直接出向き、その者たちと交渉してまいりましょう。おお。それなら私たちも。あなたたちまでここを離れたら誰が森を管理するのですか。綺麗なとこやな。万が一、私が戻らなくともベルドラ様の命に従い、二人でこの森を守り抜くのですよ。姉様、どうかご無事で。森の治安の乱れはこの私が許しませんわ。かっこいい。すげえ。いずこへ。何が起きんの？天空日記。これ実験列がちゃんとあるもんね、本編と。なめくじ扱いされてるリムルも面白いな。塩で溶けるって。海にビチャーって溶ける感じかと思ったわ。あー、すごい。おー、すごい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 。センスある。おー、すごい。おー、来たな。うわー、トレイニーさん。お、水着かい。勝手な行動は困りますね。もしや。勝手な行動。たとえどんなに友好的であろうと、
あなた方は A ランク超えの強大な魔物。あ、そういうこと、そういうこと。違うアラディかと思ったわ。ボコられてんじゃん。それが集団で行動するなど、うん、確かに他の種族が萎縮してしまいます。あー確かに、管理者として黙認できません。おー、それで本音は、また私をのけものにしようとしてもそうはいきませんよ。その格好で、あー似合いますね。そっか、その格好で、その格好で今の会話を全部してたって考えると恐ろしいな、本当に。この楽しそうな感じよ、本当に。何やってんだよ。まあ好きだよね、こういうの。ポテチもね、美味しく食べたり。って言いましたよね。うわって言いましたよね、草。お、来るか、大物。主。ジェイシャー、みんなあっちで楽しくやってるっす。こんなところで釣り糸垂らして待ちぼうけなんてもったいないっすよ。なに、眺めてますのも一興よ。ああ、美しい、美しい。おほん師匠、実はむっつりだったんすね。いかにも目がスケベだし。本当に一言多いんだよ。本当にむっつりやめろて、おめえ白狼に。師匠やぞ。来たか、来たー、でかさかな。やべー、おやすみ。俺たちも大きい湖行きたかったな。早くからスナック行くなよ。なぜリムル様はこの陸海空をかけるオールラウンダーな我が輩ではなく、そうかを共に。オールラウンドなのはそうか様も同じだぜ、ガビル様。確かに。あ、最近どんどんそうかが遠くなってる気がする。兄様、兄様とよちよちついてきたあの可愛いそうかが。記憶を捏造してるぜ、ガビル様。絶対な。飲みすぎだよ、ガビル様。おー、しかり。しかり。優秀な妹を持つ兄の気持ち、お前たちには分かるまい。お姉さん、ミルクをもう一杯。ミルクかよ。ミルク、おごりか。おお。かっこいい、かっこいい。マジでかっこいい。なんだよ、これ。なんだよ、これ。何の作品だよ。わけわかんねえよ。おお、晩飯。すげえな。さて、どうやっていただくかな。数日分やで。お手伝いしますよ。やめろ。やめろ、マジで。せっかくの景色の中でのお食事ですから。腕が鳴ります。あ、それがずれてんだよ。これからずれてんだよ。戦いのお話聞かせてください。みんな必死。今こそ、カッコ技を研究しようではないか。あ、一緒に揚げ芋食べません。ああ、芋。ポテチ、揚げ芋。お前と少しご飯をお散歩したいかな。私大人気。色攻めでも何でもしてやるぜって。やあ、うまい飯だな。頭がまんま入ってる。皆さんのご協力の賜物です。ランが可愛い。私何もしてませんが。いや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 、はい、大丈夫ですよ。それでそれでいいんですよ。崩れる城と時の経過。でもでも、ソウエイ様、区内で田植えの真似をしてて。やめろ。そんなことが。ねえねえ、ソウカはソウエイのこと好きなんですか。おお、女子トーク。私はあくまで選手として憧れているだけで。あいつ、性格悪いからやめた方がいいですよ。お、あら、そんなことはありませんよ。ソウエイは不愛想ですが、心根は優しく、外で聞いてる。頼もしい男性です。憧れるのは当然かと思いますよ。ああ、そうですか。ああ。東京のお二人のお話は、あのお方への深い理解が伺えて。いいじゃん、いいじゃん。幻想見えますけど。それに騙されたという噂も、枚挙にいとまがありませんが。絶対女を泣かせてますよ、あの鬼畜。鬼畜って、この格好が一番鬼畜だよ。頼むわ、本当に。で、ソウエイが女泣かせてるって、ちょっとこの目の前で言うことじゃないよね。なんか、まあまあ別にね、そういう想像の話だけどさ、
想像つかもいじりだけど。でもまあ一見そう見えますけど。それに騙されたという噂も埋挙にいとまがありませんか。埋挙にいとまってなんなの。埋挙にいとまって、だから騙された人もいるよって、それ勝手なやつなんじゃないの。こう思ってたけど実はこうだったみたいな、あんな知らんけど種植えの、ま、真似事をしてたとかさ、実はだから可愛かったみたいな感じじゃないの。せいぜい絶対女を泣かせてますよ、あの鬼畜。鬼畜行きたくなかったかな。本当？え、俺の認識で合ってるこれ。ただ人の噂話も泣かしてないやろ、女の子勝手に泣いてるだけやろ、届かないみたいなさ。これやで。珍しくのんびりしてるな。声オフいいな。ああ、ちょいリムル様がいないからな。渋い声いいな。お前って昔から仕事はできるけど別に真面目ってわけじゃないよな。ほう、要領がいいと言え。ん？万一のことを考え、リムル様には総価をつけておいた。おう、あいつは俺の配下の中で一番の手だれだ。おお、認めてくれてる。今頃シオンあたりにいじられて半べそ書いているだろうな。まさに大当たり。相変わらず気に入ったやつほど追い詰めるよな。おー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 、あーあー、ってことはその会話だから変な話じゃなくて、まあわかんないよ、こういった戦いに身を置くものとしては結構ちょっと追い詰めちゃうから泣いちゃうっていう感じなのかな。うん、いやいや、これですよ、これですよ、これ。あ、いいな、いいな。おい、テンスラワールドやってんね。いいじゃん。ゲルドさんもちょっとね、いい雰囲気になりそうだったりとか。あら、かわいい。なんか今回素敵だね。お、素敵だね。素敵だね。素敵すぎる。泣いちゃってるじゃないか。かわいそうに。どういうことだね、追い詰められてるのか、夢の中でも。あー、いいね。で、ここで起きてる組で、どうぞもう一杯。あー、素敵。これは恐縮。それ店で一番上等な酒じゃ。どう、リムル様もお酒が足りませんね。ドライアド様のお酌とは長生きはするものですな。おー、ご苦労も店に来たら気楽に笑えるいいところだよ。お、ではいずれ。いいね、皆さん毎日よくお笑いになりますね。ただ町は今多くの勢力に注目されています。この先も明日も笑えるとは限りませんよ。はいはい、いろんなところにね注目されてる。その時はあさって倍笑うよ。いいね。あら、これからシオンの音が起きるんだよね。リムル様には叶いませんな。笑うことなら白狼にだって負けないぜ。ああ、一本取られましたな。いいな。素敵。どうした、どうした、もはやもはやどうした。あいつおもろいな。いや、素敵な回だわ、すごく素敵。水着界だーっていうシンプルにそういうのじゃなくて、なんか深みがあるよね、味わい深い。ああ、いや、なんでだよ、なんでだよ。これちゃんと角になんかかけてんの、あれね、えなんか角にやってましたよね。で、砂の中でそのまま寝たのね。おー、素敵。ランがめっちゃかっこいいな。気持ちのいい朝っすね。タフだねお前。お腹が空きました。すぐ朝食の準備をしますね。俺も空いた。よし、飯食ったら帰り支度するか。もう帰るんすか。じゃあ最後にこの水着を。やなこった。むしろ来てくれ、来てくれ。なんか ED 変わるって聞いた。いや、すごいいい回だったわ、マジでいい回だった。なんか暖かくなった。しかも毎回変わるな、そうなると。
いいじゃん。熱っ。でも個人的にはソウエイ、ソウカのセットがね、すごくいいなと思った。あー、よかった、よかった。あー、いいね、合ってる、この曲、ここめっちゃ合ってる。あー、素晴らしい。ワンモア。超いい。それを見てるな、この2人、本当に。超いいわ。楽しい気持ちになった、本当に。最高すぎる。俺、デンスラ好きだ、本当に好きだ。リムルの旦那、喜んでくれたかな。リムルの旦那。だだ、ちゃんとつけてくれてるよ、ここではね。妄想ではちゃんとつけてくれてんだよ。これよく参考にしてな。俺らの人生も妄想ではいろんなこと考えられるからな。妄想族上等やっていこうぜ。リムルの旦那、喜んでくれたかな。これは流行るな。やるな。めっちゃ最後の最後で豪華にいったな。やば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 、流行る流行る。おーだよ、おーだよ、やばいだよ、やばいだよ。もはや本当にあれだな、俺がさ、OP を見た時かな、かどっかでなんか中性的やなってことを言ったんですよね。なんかわかる、いや中性的やな本当にね、なんかそんな感じ。うん、いいね、いいね、こうだよ、こうだよ、はい、ということで、あ、まさに神回だったわ。なんかね、深い神回、深い水着回、なんかこんな水着回見たことないな。なんかすごく良かった。やっぱテンスラ日記だね。それぞれのやっぱいろんな背景が見れるっていうのはすごい良かった。普段はね、あんな感じでスナックにね、みんなで集まってんだみたいなさ、なんかワイワイやってるみたいな。いや、昼間からね、昼間からなんだけど、あそこは暗いだけで湯で牛乳やからな、飲んでんの。ベニマルもあれなんかちょっとウイスキーっぽかったけど、どうなの、ウイスキーなの、お茶じゃないのって思えたりするよね。うん、すごいすごい最高の回でした。はい、ということで今回はこんな感じで締めていきたいと思います。次回予告って何次回予告って何、もはや次回予告とはって感じだけどね、引き続き後は楽しんでいきたいなと思います。最後になります、グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!